丹後七姫は、京都府北部、丹後地方の伝承に登場する代表的な七人の姫君の総称。乙姫、羽衣天女、聖午前、細川柄社、小野小町、橋人古豪、安寿姫の七姫を指し、それぞれに、縁の場所や史跡が伝えられる。安寿姫の代わりに、川上松ら良爪を含めると、京丹後七姫となる。 丹後地方の伝承に登場する代表的な7人の姫君の総称。1985年に、峰山青年会議所が設立20周年事業の一環で、丹後地方の活性化を目指す観光開発のために選定した。7姫をモチーフにしたモニュメントや、公共施設が丹後地方各所に多数存在するほか、菓子やビールなど様々な商材が展開されている。 京丹後市網野町西北の集落磯に生まれ、生誕地とされる場所に石踏みが建てられている。かつてはその場所に聖神社が建てられ、聖御前を祀っていたが、年に現在地に移転した。父の死により、母と共に戸に出て白拍子となった聖御前は、後白河法王のため、雨乞いの舞を奉納した際、池のほとりで、源義経と出会い、その愛称となる。 義経と生き別れた後は郷里である磯に戻り、夫の無事と殺されたこの冥福を祈って、発行の生涯を終えたとされる。聖徳太子の聖母である穴ほシ橋人皇后は、蘇我氏と物の部氏の騒乱を避け、太子と共にこの地に身を寄せたと伝わっている。五十賀にある小野小町の墓平安時代を代表する女流家人であり、絶世の美女とも伝えられる小野小町には、 数々の伝承があるが、丹後地方においては、小野小町は、晩年、深草少々の桃代が良いから逃れるため、京丹後市大宮町の五十画にたどり着き、生涯を終えたと伝えられる。五十画の小町伝承を伝える遺跡に、妙生寺があり、小野小町公園が整備されている。昔話で有名な浦島太郎の乙姫である。京丹後市や美濃町浅間川の海岸には浦島。 伝説ゆかりの地が多数あり、浦島寺を祀った島寺神社が鎮座する。稲町にある浦神社には、乙姫が渡した曲守箱と小袖が残り、祀られている。羽衣伝承は全国各地にあるが、京丹越のいそ砂山は、日本最古の羽衣節話の発祥地とされ、山の中原に、天女たちが水浴びをしていたとされる女池がある。山頂に、 天女のモニュメントが据えられ、麓の乙女神社に参詣すると、美しい娘を授かることができると伝えられる。明智光秀の娘、卵は、宮津藩主の細川忠興に嫁いだ。本能寺の変により父、光秀が逆賊となったため、その娘である妻の身を守るため、忠興は、巨城の宮津方山深いアジハニのに、妻の身を移した。洗礼を受け、ガラシャの名を受けたのは、 この際に同行した次女の影響とされる。丹後七姫から、宮津市域の伝承姫である安寿姫を除き、京丹後市組浜城に伝承地の残る川上増、明城を加えた七姫の総称。古代の丹波で一大勢力を築き、追任天皇に五人の娘を献上した丹波の国主丹波道氏名の妻。長女の日鼠姫は、追任天皇の記載となり、四男一条を設けた。 ありがとうございます。